2024年、エンターテインメント業界においてナンバーワンの新曲が続々とリリースされ、注目を集めています。特に、滝沢秀明氏率いる芸能事務所ニバイトに所属するアーティストたちが、個々のソロ曲を発表し、待望のドームコンサートに向けて動き出しています。芸能ダイヤの中で、この興奮に満ちた動きに迫ります。ニバイトに所属するアーティストたちは、その中でも三宅健さん、北山宏光さんを筆頭に、計12人がインプとして活躍しています。最新の話題として、彼らのハワイ旅行が密着され、アベマ特番として放送されたことが挙げられます。この特番では、ニバイトの夏休みとしてハワイでの様子が独占密着され、新たな決意が語られる第2話が27日に放送されました。ハワイ旅行では、平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんがハワイのトップダンサーたちが集うフラダンススクールを訪れました。初めてのフラダンスに戸惑いつつも、彼らはその難しい動きを見事に習得。スタジオメンバーと共に楽しそうにフラダンスを披露し、笑いと歓声に包まれました。しかし、教室を後にした平野さんは、フラダンスの大変さに驚き、企画の裏に隠された驚きについての疑問を投げかけました。果たして、企画の裏に潜む犯人は誰なのでしょうか。一同は笑顔でこれからの展開に期待を寄せています。さらに、ハワイではマリンアクティビティのサップにも挑戦。レース対決では、神宮寺さんと岸さんがバランスを崩しながら進んでいく中、平野さんはスムーズに進み、見事一着でゴール。岸さんが再飛行に挑戦する中、後日罰ゲームが決定したようです。アーティストたちの挑戦心と友情が交錯する中、ファンたちは次なる展開に胸躍らせています。このようなエンターテインメントの興奮と感動が、ニバイトのアーティストたちを取り巻く様子とともに、ファンたちに新たな魅力を提供しています。2024年は、彼らの音楽と冒険がさらなる高みに到達することを期待しています。ナンバーアイの3人、平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが28日午後8時半ごろ、驚きの同時更新で SNS にファンをワクワクさせました。それぞれがインスタグラム、X、Twitter に投稿した15秒の動画は、まさにファン待望のものとなり、瞬く間に話題となりました。この驚きの瞬間に、What is number I? Number I とは何かという言葉が浮かび上がり、ファンたちをワクワクさせています。動画では、ヒップホップのリズムに乗せて、平野さんがギリシャ神話の女神アテナに扮し、神宮寺さんが太陽神アポロ、岸さんが聖ゲオルギウスの石膏像となっています。これに続いて、ナンバーIのロゴマークが映し出され、ますます期待が高まります。インプはすでに楽曲をリリースしており、3月には合同コンサートも控えていますが、ナンバーIはまだ楽曲を発表していません。ファンたちは、この動画から新たな展開が待っていることを確信し、期待感を募らせています。滝沢氏率いるニバイトに所属するアーティストたちの最新情報は、X で滝沢さん自らが日々更新しており、ファンはその未解禁項目を楽しみにしています。このため、謎解きや分析を楽しむファンも多く、今回の3人の動画に対しても、何かが始まる予感しかない、絶対デビュー曲が来るじゃん、といった興奮の声が広がっています。ファンたちは様々な期待と予測を抱きながら、デビュー曲に関する匂わせが出てきたことから、それがギリシャ神話に関連するものである可能性を考え、盛り上がりを見せています。2024年、ナンバーIがどんな未知の領域に踏み込んでいくのか、ファンたちはますます興奮と期待を募らせています。ナンバーIのデビュー曲が2024年元日、つまり1月1日の0時に配信されるという嬉しい情報がファンたちを興奮させています。この日は元旦としてだけでなく、一粒万倍日、天赦日、天音日など、様々な縁起の良い日にもなっており、ますます大きな話題になることが予想されます。デビュー曲の曲調はアップテンポなダンスナンバーで、平野紫耀さんを筆頭に、3人のセンス溢れるダンスと歌声が再びファンに届けられることになります。この期待高まるデビュー曲には、ソロ曲も含まれ、総計4曲が一挙に配信される予定です。そのスピード感は非常に速く、ファンたちはますます新たな音楽の世界に胸を躍らせています。特に注目すべきは、新曲の配信スケジュールが1月1日、1月11日、1月31日、
2月21日の4日間に分かれていることです。これには2バイトの配信スケジュールのシークレットワークが関連しており、これらの日付には共通して1がついていることにファンたちは気づきました。これは単なる偶然ではなく、ナンバーアイの名前に込められたナンバーワン、オンリーワンといった由来とも関連しているようです。ナンバーアイの岸さんが語ったように、このグループにとって数字1は非常に縁深いものであり、シークレットの日付がすべて1であることは、新曲発表の伏線となっている可能性が高いです。ファンたちはこの謎めいたスケジュールにワクワクしながら、デビュー曲のリリースを心待ちにしています。2024年、元日からナンバーアイの魅力的な音楽に耳を傾けることができそうです。2バイトが2024年3月に東京ドームコンサートを控え、その規模にふさわしい曲を用意する必要があります。このため、新曲のラッシュが期待されており、今回の4曲の短期間でのリリースは、ドーム公演に向けて不可欠であると考えられています。滝沢氏がこれまでに多くのサプライズを提供してきた歴史を考えれば、匂わせからのサプライズも2バイトのお決まりのパターンと言えるでしょう。2バイトは常にファンファーストの姿勢を貫いており、4曲を一気にリリースする可能性も否定できません。ナンバーアイの新曲がリリースされるだけでも大きな話題になりますが、その上で4曲も短期間でリリースされるとなれば、ますます注目が集まることでしょう。滝沢氏が独自のスタイルでイベントを企画してきたことから、彼女による緻密な戦略が働いている可能性が高いです。さらに、2バイトのスケジュールのシークレットワークに注目すると、1月31日の目の絵文字が増えていることがわかります。これまでの滝沢氏の絵文字の使用には深い意味が込められており、ファンたちの間ではその解釈が噂されてきました。また、シークレットスケジュールが日付のみで内容が黒く塗られていることも、今後のサプライズや発表に期待を高める要因となっています。2024年のドームコンサートを控え、新曲のリリースやサプライズが次々と繰り広げられる中、ファンたちはますます期待と興奮に胸を膨らませています。これからの2バイトの動向に注目が集まることでしょう。シークレットワークに注目すると、合計4つのうち3つが黄色い顔のマークで構成されています。しかし、1月31日の日付だけが黄色い顔マークではなく、目玉3つの絵文字が使われていることが気になります。これに関して、ファンたちの間では、目玉3つ、3人を意味し、1月31日に3人のメンバーそれぞれのソロ曲がリリースされる可能性が高いとされています。残りの3日間で、それぞれのメンバーがソロ曲を発表するという予測が広がっています。報道によれば、平野翔さんはナンバーアイ結成前からすでにレコーディングが終わっており、この頃から楽曲が制作されていると報じられています。そのため、各メンバーのソロ曲が発表される可能性が高まっています。デビュー曲に関しては、大物アーティストが作曲を手掛け、クレバシというアーティストの名前が浮上しています。特に、キング&プリンスにも楽曲を提供したことがあり、これが最も有力な説とされています。平野さんの投稿には、クレバシとのコラボスニーカーが映っており、またクレバシが2バイトのアカウントをフォローし、その後解除するという動きがありました。これが事前情報の匂わせである可能性が浮上しています。グループ名のナンバーアイや由来のナンバーワンでオンリーワンもクレバシとの関連性を示唆しているようです。神宮寺さんと平野さんがクレバシのライブに足を運び、クレバシがアンコールで1番を歌ったとの情報があり、これらの出来事からファンの間ではクレバシがデビュー曲に関与している可能性に期待が寄せられています。デビュー曲の発表が待ち遠しいファンたちにとって、これからの展開がますます楽しみです。ナンバーアイの魅力的な音楽がどのように形作られているのか、期待が高まるばかりです。